はい、こんにちは。じゃあ今日はですね、特別企画ということでですね、カート1周年企画です。なんと去年の6月5日に、カートオープンいたしました。そこで、代表2人、カエビ君と変更に来てもらって、今日はちょっとトークをしたいなと思って来てもらいました。そうですね、6月5日オープン去年だったんですけど、1年経ってどうでしたか、カエビさん。そうですね、まあいろいろありましたいろいろありましたが、早かったですね。早かった、はい、早かったですね。はい、そうですね、覚えてないですよね、結構一瞬ですね、マジで。オープンした日のことか覚えてる？オープンした日の俺も記憶がない。した日はでもめっちゃ忙しい、プラス花とかなんかめっちゃ買っていただいたんですけど、あ、花来てたわ。花置くとこどうしようみたいな。あ、そうだ、あ、そうだ、花置くとこ、ランがめっちゃ来てた、ね、そうですね、そうです、全部花の、うん、シャンプー台の棚に花置いてましたから確かにな、めっちゃ置いてた、いっぱいいただいて、あとドンペリと、はい、ドンペリいただいた。初日覚えてないな。でもあれだね、たくさんのお客さん来てもらった。そうですね、めっちゃ来てました、ね、めっちゃ忙しかったですね。そうそう、どうですか、一緒に。でも本当早かったなーっていう印象しかないな今かぶってる早かったな。整ってなかったから、まあ、バタバタしてたイメージがある。6月はなんか特にすげえ。今思い出したら前日まで工事してましたからね。確かに前日っていうか全然完成してなかった。当日の朝夜中まで工事して。そうだそうだ、そうですよ。で次の日のほんと朝みたいな。そうです、僕と健吾とかだって夜中の1時半ぐらいに帰って、次の日の朝8時ぐらいに出勤して、オープン初日でしたからね。そうだ、本当はゴールデンウィークにオープンする予定だったんだけどね。そうですね、緊急事態宣言とかいろいろあって、お客さんがやっぱちょっと厳しかったんで、で伸び伸びになってるクラスって感じですね。そうですね、そう。どうですか、代表2人にこうなったわけですけども、なんか今までとちょっとやっぱ違うじゃないですか。でこれだったら普通にこう社員として普通にやってて、いきなりこう役職をこうバーンって当てられたなみたいな感じで、最初はまあどうかなと思ったんですけど、実際どうでしたか？まあそうですね。話の振り方がこれオープン関係なくないですか？先輩後輩の話になってて、そうですね。でも、まあ、まあまあ甘えてたんだなと思いますよね。今なんか好き勝手やってたなと思いますけど、今まではね、デコで社員として一スタイリストとして駆け抜けてたらよかっただけなんで、ひたすら自分のことを駆け抜けてやってましたけど、そうもいかないじゃないですか。ちゃんと周りなんか振り返らないといけないというか、周り見ないといけないんで、なかなか足並み揃えるって大変だなって感じですよね。正直僕はそんなに変わってないですあの本当だからそれがさすがクレさんだなと思ったのは、まあ、カエベさんみたいにこうちゃんとする人がいるから、逆に僕は今まで通りのびのびやってるな確かにな、ほぼカエベさんがちゃんとやってるからたまにやるぐらい。まあ、オープンする時はあれなんだよね、なんか剣豪一択で行くかみたいな、ありましたね、話でたんだけど当時カエビ君とセミナー結構、そうですね、で、まあ、カエビ君とそんなに関わることってそんななかったですね。僕アシスタントの時クレさんについてないですもん、ほとんど。初めてなんか接触というか、はい、わめちゃくちゃちゃんとしてる人じゃんと思って、で、まあ、真反対だと思ったら本当にそうですね。ケンゴともセミナー結構行ってたから、なんか感覚が全然違えなと思って、で、あ、これ剣豪一人無理だなと思って、無理というか、なんか多分誰かがいてくれないと思ったので、ね、で、飯食いながら多分カエル君にちょっとカエル君お願いしっつってそうすね、そう僕はもうクレさんに全投げしましたからね。そう僕はどっちでもいいんですよ、まあ、でもすごいよかったかな。そうですね、ただ、まあ、剣豪が自由奔放にできるカエル君とは優しい、まあ、その逆もまた近い、バランスよく言ってもらう。2人が喧嘩することがないんですか？喧嘩ちょっと
ちょっとなんかバチッとする契約。でもこれびっくりするぐらい多分一緒にアシスタントもしてたし、うん、結構ほぼ1個しか買わないからほぼ同期じゃないですか。ほぼ同期、うん、回り口だし、なんだろう。まあそうですね、いつの頃からか。いやいや、入ったのは先輩ですよね。そうですね、いやいや、それはもう対等の先輩ですね、その女が。けど、そうですね、でもまあ、ないですね。ない、ないよね。ある、え、喧嘩したことある？いや、ない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 。いや、実はカエルさんがなんか思ってることとかあんのかなみたいな。いやいや、僕はもう割り切ってるんで。この人はやらない。割り切られてる。この人はやらない。やらない分は僕がやらないといけない。割り切ってるんで。そうですそうです。なんかやってた人が急にサボり出したらあれですけど、元を知ってるから別に何も今更。そうですね。剣道は縛っちゃダメだから。そうですそうです。その分いいもの持ってますからね。そうですそうです。それその分そうですそうです。いる意味はあるんでちゃんと。そうそう、めちゃくちゃ。はい。いい、そういいんだよね。そう、後輩たちに。はいはい。ね、今も3分先。そうですね。まあ帰る気もするとちょっと遠慮しながら、まあ。そうっす。なんかでも我慢してるところがいいですか、監督。まあ、いや聞きたい、もちろんあると思うの。うん。我慢してるところ。めっちゃ聞きたいの。我慢してるところ。なんで多分この1年で。あのめっちゃ老けたと思うんですよ。肌もね、はい、まあ、肌荒れたし、1年で老けました。お互い老けたと思うんですけど、はい、まあまあそうですね、年もある、まあ、年もありますからね。まあまあまあそうですね、別にそんな、まあまあそんなないですね、正直。後輩の練習見てあげたらぐらいのぐらいの感じですね。はい、老けますよね。老けましたね。逆にだって何年か前のクエさんの写真とか見たら、いや本当にクエさんはめちゃめちゃ若かったです。若かったなーって。年々本当に出るよね。髪も薄くなるし、なんか白髪伸びるし。いやでも俺今ねそんなに辛くないというか、そうなのよ。なんか、まあ、慣れたってももしかしたらあるかもしれないけど、うん、その2人がこの先頭走ってってくれて、なんか向こうで一生懸命やってくれて、うん、でスタッフをこう見てくれてとかってやってくれてる分、なんか気持ち的にはむちゃくちゃ楽というか、一店舗でやってた時むしろ全然楽って言っちゃあれだけど、うん、なんか、うん、分かち合えてる感じがすごいするんで、それは。お酒でも出るんですね。しっぽりしっぽりってる。最後のまとめのような話になってきます。そうだね、じゃあお疲れ様でした。どうですかね、じゃあ2年目になるにあたって抱負なんて言っていただければ、ね、健康からですか。まあでも 3店舗目はやっぱり常にシェアには入れてますけどね。それこそだから僕とカエルさん、うん、が別々になるっていうのを考えた時に、まあ、僕自身のやっぱりそういう下を見るとか、まあ、自分勝手に生きる部分をまあもうちょっと改善していかないと、まあ、そういうのも難しいなと思うんで、まあ、できるかどうか分かんないですけど。お前はあれだね、人が助けてくれるから、うん、そうそう、そういう人柄を持ってるから、そんなにあれだよ、自分をむちゃくちゃ引っ張る感じで一緒に行くみたいな。うん、3分ですね。はい、どうしよう、はい、どうですか。僕は、まあ、いや、まあ店のことで言えばあれですね、後釜を作りたいですよね。あ、そう、僕の後、あ、うん、なんかそうですね、後が欲しいですね、後継者的な人が。それ辞めるとかじゃないですけど、辞めるとかじゃないけど、なんか結構なこの2年間ぐらい結構なペースで働いてきたじゃないですか。正直すごい一気に仕事量増えてすごいペースで働いてきたんで、このペースずっとは駆け抜けれないじゃないですか。あとが欲しいなって。そしたら第一線を退けるというか、一歩引いてまた店が見れるんで、そこを育てる分に誰かなってずっと思いながら働いておりますね。育てられるのが一番、うん、第2第3のそうですね。現れてくれたら、うん、まあ、ならないんだろうけど、うん、そうで
そうですね、そこじゃないですかね。そこが目標ですね。うん、頑張っております。逆に、うん、クレさん側から僕らにこう、うん、期待してるところとかないですか。期待してるところはやっぱりそうだな、カート一店舗じゃやっぱ狭いなと思ってるから、うん、そうだからもうやっぱ別れてほしいなと思って、うん、社内恋愛みたいな。いやそんなそんなあれですよ。だからお互いにやっぱ成長してもらって、まあ、やっぱあれだよね、その右腕みたいな左腕の人を自分たちで育てるというか、うん、まあ、もちろん店全体育てるんだけど、そういうことができていれば、またさらにその人たちが育てるんだったら、そうどん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 成長できると思うし、そうすればなんか自分たちも自由に動けるから、うん、そうすると今だとまだ狭い世界なので、うん、自分頑張らなきゃいけないし、まあ、いろいろやらなきゃいけないのもあるけど、ただまあ、ね、そういう環境ができればもっともっと自由があると思うし、うん、自分たちだと多分ね、1.5 とか 2.5、3.5 とか経営できるかもしれないし、そうですね、うん、そういうところは目指していきたいなと思って、まあ、その辺視野に入れてもらってとか、うん、サポートできるところだし、できるし、うん、はい、頑張ります。期待は大きいですよ。そうですね、そうっす、そうっすね。ただまあ夢は大きく持った方がいいと思いますし、まあ、今の若者に言いたいのは夢を持てと、夢を語れと。そうですね、ルーキーズみたいな。ルーキーズ、明日にきらめけ、夢にきらめけ。言わないとやっぱ夢なんて、夢とか目標とかって必ずないと思ってて、そうっすね、僕たちも僕たちもなんですけど応援したいんです。うん、後輩が見る用の YouTube みたいな。そう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 やり上げるとかでもいいし、ロックスタイルスになるでもいいし、ミスモスでもいいし、メイクやれでもいいんだけど、言ってくれればさ、助けられるし、なんか僕らも、ね、できるというか、うん、できるんで、もっと夢を吹っ飛ばせって思うんですよ。不満あります。ちょっとね、まあちょっと一緒にこんな感じで、はい、普段語れないようなこともちょっとは語れたんじゃないかなと思いますので、ね、2年目またじゃあよろしくお願いします。お願いします。ではもしこのチャンネルがよろしければ、チャンネル登録高評価ですよね。はい、グッドボタン、グッドボタン、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では。